PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは382本目、ビルダーランドをお送りします。海外からやってきましたアクションパズルゲーム、このビルダー君、誰だったかな、主人公を操作してですね、さらわれた女の子恋人をね助けに行くんですけれども、ビルダー君じゃないよ、この主人公はね、勝手に動いていくんですね。で、勝手に動くんで、道を作ってあげたり、障害物をね、取り除きながら、レミングスの一人バージョンみたいな感じですね。レミングス、ご存知の方はわかるかもしれませんけれども、勝手に進んでいく主人公をうまく助けてあげるというね、ゲームでございます。すずさん、黒金さん、アランプロストさん、十万石さん、サンチさん、七米さん、九米さん、赤戸大門さん、ゴールデンバーグさん、シャトルさん、いらっしゃい。昭和に来たんで、勝手に動くんです。黒金さんがレイクです。クローブデザインです。マリオとワリオはね、私わかんないからね、ちょっとわかんないですね。わかんないですけど、そんなようなもんでしょう、おそらく。わからないけど。18個目でらっしゃい。はい、発売日発売元、92年、今日もね、マイクロワールドさんです。カズキューさんいらっしゃい。4月1日発売、マイクロワールド。これね、なんとスーパー CD のパッケージでね、もう、背表紙もスーパー CD なんですけども、雑誌でもスーパー CD 専用って書いてあるんですけど、普通の CD でもね、動きます。普通の CD でも動いて何も問題なくね、ロードが、遅くなったりとか、回数が増えたりもしないんでね、はい、実はこれ CD ロムなんですね、普通にね。だから CD ロムにしてます。はい。スーパー CD のパッケージですけどね。森さんが一番最初。6800円。なんだって広告貢献さんに、ネコスさんが800プトミコに広告しました。だからスーパーシステムカードとかね、なくても動きます。普通にね。はい、騙された。パズルゲームでございます。一人用でございます。ネコスさんが例です。バックアップは68バイトですけど、バックアップではね、ステージはね、セーブされないんです。ステージを、セーブするのはパスワード。なぜかこういう仕様になってるのかわかんないですけど。パスワードで続きを遊んで、バックアップは何を残すのかというと、スコアランキングがね、残るんです。スコアタックが。残るということで、はい、バックアップ68バイト、続きはパスワードで取るというね、仕様になっております。はい、それでは行きましょう。小坊主さん、早い検査です。はい、騙された、ディオしか持ってなかったからスルーしてしまった。そうね、ディオがなくてもできるんですこれね。和骨です。あ、メルバ君ね、主人公29個もされました。あ、これフランスからやってきたらしいですよ。フランス生まれ。ロリッシェルさんね。昨日に続いて。ね、それレインボーアイランド。30個目だな。はい。おじさんがありがとうです。これ8レンジ枠案件かな。これは月曜日やってましたかね、昔ね。これステージ数自体はね、そんなに多くないんでね。あ、スタッフが今流れてますけどね。ステージ何面だったか、全6面ぐらいですかね。ある日ね。メルバ君を愛する奥さん、奥さんの名前わかんない、奥さんと一緒にピクニックに出かけてました。得意なギターを弾きながらとても楽しいひとときを過ごしていました。ところがそこに突然あの凶悪な大悪党クラッチスが現れたのです。メルバ君がぶっ飛ばされ気がついてみると奥さんは連れ去られた後でした。親愛なるメルバ君、君の奥さんは私が預かった。助けたければ我々の隠れ家まで来ることだな。必死に後を追い追いかけたメルバ君は落ちていた瓶の中から1枚の地図を見つけました。この地図をたどっていけばクラッチスの隠れ家がわかるかも。こうしてメルバ君の冒険が始まったのですというストーリーです。寝取られもん、猫じゃらしさん34個目たりで、今週もよろしくお願いします。人妻好きか。はい、こんなラッコスさん、こんばんは。クラスおじさん、41個目さんです。ストーリーでもうやられてますね。はい、奥さんをね、救いに行くというわけでございます。14枠やってますね。外国のゲームって、はい、江戸じゃなくてオップにスタッフ紹介することあるね。そうですね、オープニングで外国の方が多いですからね。はい、ハイスコアランキング、今のが見れるイントロ、パスワードでゲームと。はい、2人はね、どういう一体因縁なのかわかんないですけどね。悪者、凶悪な大悪党です。凶悪な大悪党、ミニサプーマじゃないです。ロリシェルさんっていうね、フランスのメーカーさんのマークでございます。はい、ザ・フォレス森から。凶悪な大悪党、楽すぐにありません。
第17位にランクインしました。はい、これメロン勝手動くんだよね。これ2ボタン押すとね動きは止まります。ただタイマーはね動いてますからね。2ボタンはね、タイマーを、動かさないときはランボタンでね止めてください。ただランボタンだとこれカーソル動かせませんからね。はい、ここで、ここ、はい、ね、こう取ってワンボタンで取って、はい、PC エンジン、好きな一人が来場しました。これどうかな、これまだマウス出る前なんで、マウスがあったら良かったんですけどね。はい、でん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 で、ここがチェックポイントですね。ここ通過したらここからやり直しですね。とも押さえて、これなんだ、靴タイム、靴は、地雷の上を歩いても大丈夫、ただし有効時間15秒間。広告貢献用に伊賀さんパセントとニコニコ、伊賀さんあれ、ね、キントン、あ、ちょっと待って、食べてパワーアップじゃないのか、聞かない、キノコを食べて。はい、雲に乗るとウィーンって言うのね。はい、でこれでエレベーターで下下がりますから、ここに行ってね、バナナとかは得点ですから、ね、で、あ、あそこですね、あそこですね、これがあるから、待って、これでこれはまあなんでしょうね、誰かが動かしてる、はい、マウスでやりたい、マウスでやりたいね。でこのゲームね、特徴的なこと、家がありますね、ここね、バラされたバラされた家がありますけど、それをね、家をまあこれ簡単ですけども、完成パッドでは辛い、完成すると結構、あとねパッドで操作がちょっとぬるっと、なんですか、ちょっと、あ、ただね、タイム減ってます。タイム減ってるんで、はい。ランボタンのタイムはカーソルがただし動かせないです。はい。その代わりタイムも減りません。ただ動かせないんで、これ見て考えるときはランボタン。でここで上を押す。上を押す。上を押したら入れます、家に。確かに下だっけ。あ、じゃあ今日入りそこでした。ちょっと待って。入りそこでたわよ。困りますね。はい、そこ寝ましたね。考える時間くれるだけ優しいですね。そうですね。あ、ここにチェックポイント。これ豚はなんだっけ？あ、ま、豚を殺して。あ、チェックポイント取れないじゃん。下から行くんだけど。あ、敵がいますねこれね。そうなんだ。これナイフ、ナイフだ。あ、ちょっと。よいしょ、ナイフ。ナイフとかのセレクトボタンですね。セレクトボタンで、アイテム。アイテムを、これなんですよ、ほら、よし、あ、ちょっと待って、あ、しまった、しまった、あららら、あ、しまった、あ、ブギャッ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 、上に乗れなかった、はい、チェックポイントからバーソーだね、さっきのチェックポイントを取らなかったから、どうやら立ち止まる時計があるようでよかった、わらわら、この子は幼稚園児なんですか、いやいや、奥さんがいます、奥さんが、早い早い、奥さんがいるんですよ。可愛らしいんですけど、お、こぶ持ちでございます。こぶ持ちって言ったらあれだけど。これバック派できないの？バックできません、バックは。バックはできないですよね。あ、ここであれか。無理したらどうなんだっけ？違うな。ここのツルハシを取りたいですね。待って、あ、もう置けないのか、一回取ったら始まる、一回取ってこっちに置き直して、こっちにこう置けるのかな、あ、これでいいか、ウィーン、はい、これで回ってよし、これツルハシが取れる、
こに入りたいの。この手ゲームのあるある、目の前に名店だから自分で何か。するなさいよ。和骨ですね。可愛い曲ですね。可愛い曲ですね。ごめんやっぱバケツかぶったのにおいかだった。わらわら。はい、中にね、これアクションゲームなんですけど、上でジャンプ、上でジャンプですね。で、操作忘れちゃった。上でジャンプして、中ボスに、中ボスが出てくるんですね。ワンボタンで、あの炎を取ったらね、ワンボタンで発射できます。岩を壊したりするのに炎はね、使います。で、弾、丸い弾はね、ワンボタンで持ち上げて、もう一度置くと、もう一回受けると。で、イガ玉、あの、イガイガのイガは、火を使うと1ブロック転がすことができて、ボスに落とすと大ダメージということなんです。まずはだから、炎を取ります。イガ玉、あ、イガだ、間違えた、2ボタンだったな。いや、1ボタンじゃない、あー、しまった、あー、しまった、間違えて炎とかやっちゃったから。ね、戻すわけですよ。ただもう、イガ玉が取り損ねたから、取り損なったからもうダメじゃないか、これ。これもう、さっき間違えて、この玉を、どうだ。はい、よし、よいしょ。ほい、ほい。もう一回落としてやる。あ、足りるかな、あ、足りないか、足りなかった、ダメだこれ、ダメでした。これも時間切れだ、時間切れを待つしかないのか、これは。もう何もできないもんね。もう何もできない。ここだけ動けるんです。これやったら、あー、だね。なんと中ボスを倒すとね、大ボスが、弱くなるということなんですよね。別にこれ倒さなくてもね、あ、もう一回やり直しができるんで、倒さなくてもね、別にこれ風里彦さんあるよね。説明書にはボスがね、あの強くなるって書いてあるんですけどね、別に強くならないんでね、はい、安心してください。強くはならないんでね。騙されたんですよ。あら、あ、あら、ほい、ほい、よいしょ、よし、よし、ね、これを。よいしょー、はい、中ボスを倒しました。よし、あ、これ下からの方がいいんだね。下から行きますのでね、これ取り除いて、魔徳がありますからね。パチパチパチ、ありがとうございます。なんだかネット広告に何度も出てくるアメコミゲームを思い出してしまうな。魔徳を使うとね、よいしょ、うえ、まあいいや、あ、そうか、今の三角のが落ちてきた、はい、ナイス。これはどうすんだ、あ、待て、よしよしよし、あら、ちょっと置けなかった、あー、ちょっと待って、うわぁ、置けなかった、これは死亡だね、これ。はい、いや、安心してください、コンティニーは。よし、これ OK。 はい、死んだのに笑っちゃった。可愛らしいですね。あの扉はね、入ると、何ですか、扉のこっちから出てきたりするのかな。
ワープゾーンですね、ワープゾーン。これはただ鍵がないとね、扉閉まってる扉、鍵がないと入れないとなってますね。なんか IC 取り出るぞ。あれ、扉って当たり判定があったんだ。はい、こりゃよし、おっと、あっ、ここになったからいいんだ。あ、ここもね、あら、これをどけてここにやって、あ、これでやっか。おお、とても地味な笑い声がムカつく。よし、で、鍵をね、オープン。ね、上から出てきます、上からね。はい、ここにあったからやって、よしよし、ねえ、奥さんお持ちですからね言葉じゃないですよ。ピンポン。はい、どこですか、メルカ。あ、そこだ。ここの方がいっぱいありますね。はい、取って、よし、おいしょいしょい、おい、またこいつだ、おいおいおい、ボスは全部ね、こいつですね。あら、動か、あ、これ炎があるから動かない。はい、ポン、はい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 、パズルゲームとして完成してるの。この家の中だけでもね、普通のパズルゲームなんです。よいしょー、はい、むしろ家の中の方が、家の中の方がいい。あ、ここはジャンプ台ですね、スプリング。あとね、解き方がこれいっぱいあるんですよね。一つだけじゃないんですね、解き方が。私後のステージ、このスプリングをいっぱい使ってクリアしましたけど、あのスプリング使わなくてもいけるし、ルートもね、いろいろあるんで、解き方がね、一つ通りじゃないのがね、いいですね。よし、スプリング坊やね。はい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 、よし、珍獣青森さんが500回、珍獣青森だね。はいはいはいよ、これなんだっけ。はいよ、画面から消さなければ階段なんかの DX波何度でも使える。そうなんです。あ、しまった、あ、豚に当たった豚ダメなのか。あー、こっからか。あとね、アイテムはね、ここ取ってもね、またコンティニューした時また取るんでね、どんどんアイテム増えていくんでね、やられたら逆に簡単になるっていう場合もね、ありますね。よし、羊では、羊だったんや、豚かと思ってたこれ。あ、すごい。はい。てん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 。オープン。あ、しまった。あ、たたたた。はい、もう一回、まあ中古車行ったんでね、中古車キャンセルしまして。
家は素通りできるんだ。ジャンプ、え、ジャンプ99個目だね。割と高いところから降りても平気。うん、高いところから、高いところから落ちてもね、死にません。死なないんで頑丈でございます。あ、しまった、豚を殺そうと思ったんだ。ふぅ、あ、タイプ取れる。あ、しまった、スプリング燃やしちゃった。便利なスプリングが。ちょっとグッスン泳みたいな感じですね。グッスン泳みたいですか。グッスン泳がちょっとやったことない。お、チェックポイント。てれってれん、あれなんだっけ、光ってるやつ。あの、星、あ、星はね、ワープするということがあります。そうそう、一人でビングスですね。学童さんじゃねえかね。はい、取ると、この光をね、やると、ミーと。ね、ワープできます、ワープ。ね、ワープ。好きなところに。今使わなくてもよかったかもしれないけど。お、チェックポイント。ごめんですか。奥が深いな。奥が深いんですよ。いろいろとあります。あ、これいい、しょうがないよ。あ、しまった。このゲームにテトリスが来たような感じです。このゲームにテトリスが。あ、爆弾割れだったか。あれ。爆弾こう。よし。あ、豚かい、豚かい。あ、ない、ないんだ。よいしょ、危ないね。あ、ここもありますね。これ変え、これを完成させるのは結構厳しい。よいしょ、あったかった。これでおう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 、はい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 、ピロン、はい、ほい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 、あら、ここから打つか。よいしょ、ほいし、ほいし、呼び鈴押すのね、わら。そう、呼び鈴をピンポンと上押しながらワンでないとね、あの呼び鈴押せませんので。まあ、このぶっちゃけここのあのステージ入らなくてもいいんですけど入らなくてもいいんで、まあ入ってたら多分ボスが弱くなるって書いてあるんですけど、別に耐久力とか変わってない気がするんでまあできたらね、まあ楽しいんで、一応このステージも楽しいんで。どんどこどんですね。ああ、どんどこどんじゃなかった。よいしょ、意味なし。うん、なんか意味がない気がするんですよね。あとのステージはね、もうこあの結構組み立てるのが大変になってるステージとかあるんでね。あ、上歩けるんだっけ、上歩ける。あ、なんかモグラがいるな。怪物がいるぞこれ。よいしょ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 、あ、止まった。ここは
あ、これなんだ。あ、これ爆発するんだ。よいしょ。爆発するのか。これか。よし。あったもんね。はい、これがゴールかな。リーザーになし。てっててー。あ、ボスがいるんだもんね。大ボス。大ボスも同じですからね。中ボスと見た目変わりません。よし。ほい。ほい。ほい。ボスでおじさんかな。あ、行くことあれないや。はい、ぴったり。はい、これパスワードですね。クラック。簡単。もうね、単語になってるんで。てけててててて。コンティニューはパスワード制なんでですね。バックアップされないので要注意です。バックアップされるのは、あくまでスコアランキングで。はい、次はね、ザ・マイン。さあ、アマゾン価格説明書なしのものが1110円から、完品1140円から、新品4800円にて販売中です。はい。あ、この洞窟の中ですね。はい。はい、持ってる持ってた人は1番、2番持ってないですね。マイナーですけどね、結構楽しいパズルゲームですんで、皆さんも、ぜひとも、ゲットしてみてはいかがでしょうか。止めながらね、考えられたりするんでね。はい。あといろんな解放もあるんでね。You must buy? Must buy! 楽しめると思います。パズルゲー好きの人は、おすすめでございます。ビルダーランド。まあ、何を言うならステージ数が少ないっていうのと、まあ、あと操作性ですが、カーソルの動きがちょっともっさりしてる。で、ちょっとね、癖がある感じですかね。はい、前回はですね、なんと 2.6%! 約1人か2人だったんでしょうけどね。はい。さあ、今回上がってるかな ?2 年の間にクリア枠もあったような気がするんで、上がってるかな。テレッ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 テーン。お !8.6%! 4倍に増えてる。テッテーンテッテーンテッテーン。スマホでピンを抜くゲームにね。上がった。8.6% に上がってまーす。やりました。はい、皆さんもぜひともゲットしてみてはいかがでしょうか。これスーパー CD になってます。CD でもできますんでね。はい。明日のマラソン枠は、あの誰もが知ってるね。あれがやってきます。知ってるのかと。いうソフトですね。はい、オートでした。知ってるのかと言われたらもうほとんど知ってると思います。はい、オートでした。有名シューティングゲーム第1弾がやってきます。はい、オートでした。オートです。え、男塾知ってるのか。男塾ですね。男塾も有名なセリフが。オートです。知っているのか。あれ、オートですね。はい、オートです。オートです。